え、何この衣装。それはアザリエの衣装。今日からお前たちはそれを着るんだ。え、無理無理、ありえないって。ねえナナミ。ナナミ、絶対に受ける。衣装も曲も振り付けもこちらの指示に従ってもらう。売れたければ着ろ。マジかよ。これもお前たちの衣装だ。今日からお前たちは新しいアザリエに生まれ変わる。ナナミ、どうするんだよ。それで売れるんですよね。ああ、絶対にな。着るものくらいで私たちは変わらない。うん、今は我慢して着よう。マジ？ナナミが言うなら。唐沢の言った通り、すぐにファンは増えた。アザリエでした。ちょっと待って、どういうこと？つまり次から演奏はエアで構わないということだ。その分パフォーマンスに集中しろ。客はそれを求めている。でも私たちバンドなのに。それからも唐沢の言うことを全部受け入れた。その結果、ファンは激増。 CD やグッズも売れて、私たちは音楽一本でやっていけるようになれた。